プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は背泳ぎの話をしていきたいと思います。先日ね、今後は背泳ぎの動画を頑張って出していきたいという話をしたんですが、よくよく考えたら今私の元に背泳ぎの動画はそんなにないということに気づきましてね。次回撮影するまで本数は変わりません。はい、申し訳ありません。じゃあね、普段あまり喋らない背泳ぎについて喋っていきたいと思うんですが、今回はその撮影こそできなかったんですが、何回かプールで背泳ぎの練習をすることができたわけで、何を気をつけたかっていうのを僕なりに考えていきたいと思います。背泳ぎが若干苦手な私が考える気をつけたポイントについて喋っていきたいと思います。まずですね、ローリングを素直にすることにしました。どういうことかというと、前までは腰はあんまり動かさないでローリングをしてたわけですね。それをしっかりとローリングをちゃんと腰を動かして、ヒップローブってやつかな、腰を動かしてちゃんと体を一時期はね、かなり大げさに横向けてやってた。なんで横向けてやってたかっていうと、この手の位置をなるべくこの体の中心線に近づける、要はクロールで手をか水をかいてる時の位置になるべく近づけるためにローリングを大げさに結構やってました。でオリンピックとか見てて思ったんですけど、さすがにそこまで短距離になればなるほどローリングを大きくする選手はいなかったので、それも早く泳ぐときはまた修正しないといけないとは思うんですが、現状の僕の段階で言うと、ローリングをしっかりしてこの書きやすい位置に持ってくるっていうのはとても大事なことだなと思っているので、ローリングを修正しました。あと入水位置ですかね。以前はね、中心部に入れてたんですね。こうポンって中心部に入れてたんですけど、ちょっと力が出しにくいような気がする。この肩口のまっすぐな場所に入れて、そこからさっき言ったその動作に動いていく方が個人的には水をつかめてる感覚があったので、そちらの方がいいかなというふうに感じて、入水位置をなるべく内側にしない、これで前からの課題でしたけどね、入水位置をなるべく内側にしないで肩口のまっすぐにしようと思ってます。ぶっちゃけ些細な差かもしれません。僕レベルだとそんなにね、全然背泳ぎ速くないんですけど、今後短距離で背泳ぎを飛ばす時が来た時のことを考えると、まっすぐに入れてやった方がいいんじゃないかなと思ってます。キックに関しては正直あまり変えてないですね。むしろローリングを今大きくしている段階なので、ね、ちゃんと横を向いている段階なので、そんなにキック意識してない。トーン2ビートぐらいの、もっとスピードを出して泳がなきゃいけなくなった時にキックについては考えようかと思ってます。あとはスタートかな。スタートがド下手で、なんかその最近そのバックのスタートがド下手な原因が分かりかけてきて、私用意で構えた後にこの体を反る動作と足でこう床を押す動作が同時になってたっぽいんですね。でいや、ピッて言った時に同時にパッとやってた、これが原因っぽい。どうやらまず上半身を、要は平均はピッてなった時に上半身をパッて持ち上げて、角度、発射する角度を作ってあげる、角度を作ってから押してあげる。同時に角度も作りながら蹴り出したら中途半端なところで行くのは当たり前ですよね。上からのスタートもそうですけど、体をまず持ち上げてあげてから蹴るようなイメージ。バックのスタートにしてもから、まずこう行ってからこうする感じ。同時に蹴れてうまいならそれはそれでいいと思うんですけど、僕の場合同時にやると大変なことになるので、大変な方がいいですね。意識としては手を上に持ち上げる方から始めて後で蹴るの方がうまくいきそうな気がする。これまだ練習途中なんで、ちょっとまだ成果が出てないんですけど、成果が出たらまだお伝えしたいと思うんですけど、こんな感じでね、バックに関しては何のために練習してるんだろう。別に試合に出るわけでもなく、タイムを取るわけでもなく、ある意味ストイックですね。発表の場がないのに練習をしている。何のためにバックを練習してるって言われたら、自分の自己満足のためかもしれませんが、そういった動作で、まずローリングをちょっと大きめにして、各位置を腕が体に近づくようにしてあげたこと、入水位置を真ん中じゃなくて遠めにしてあげたこと、あとスタートに関しては、今言った通りに腕が先に行って、その後に蹴るって感じかな。私がバック上手くなっても誰も得しないのはあるかもしれないけど、何かしら身につけていきたいと思ってます。じゃあね、皆さんもね、私にバックを教えてくれる機会があればぜひ教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。それではね、またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。